はい。ひとつき万撮の清水です。今日はですね、まあ JTB が6500人リストラということで、で、さらに売り上げも80%以上ダウン。で、さらに残った人も年収は3割削減というようなニュースがありまして、まあこれはもう本当に会社としてはもう終わったなというぐらいの勢いだと私はあの思います。 で、まあ、じゃあ、こういう、これからね、あの、残念ながら、失業っていうのはですね、増えていくでしょうと。えー、果たして一体何回言っただろう、この番組で。ね、うん、あの、もうさ、4月か5月ぐらいから、不況が来るんだよと。で、そして今、緊急事態宣言明け直後のダメージっていうのは、半年、うん、1>, 1年かけて、どん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 声を悪化していくんだよ、というふうに言い続けて、私はそれがね、外れたらいいなと思って、もうでもまあそうなるだろうと思ってね。 話をしてたんですよ。うん、ま、残念ながら、それがですね、こう起きている状況でございます。で、じゃあ、こういう状況の中で、あの、私たちはね、どうやって生き延びていけばいいのか。まあ、これ当然ね、生き延びるチャンスはあります。これ間違いない。うん、先にこれは言っておきましょう。ね。あのー、そういうチャンスっていうのは当然あるんですよ。いや、それはね、うん、あの、直径ね、あのー、500キロぐらいの隕石が、あの、落ちてきたらですね、<laughs> これもう無理です。諦めましょう。 そう、地球がやばいよ、はい。はい、地球がやばい。あの、ええ、でも、それに比べればだいぶマシじゃんっていうね。そね。あの、どこと比べてんだと思うけど。<laughs> 一応、あの、人類は、っていうか、生命はですね、最初あの、ジャイアントインパクトっていうのがあって、うん、火星と同じサイズのですね、惑星が地球に直撃をしてですね、 で、そんでも、とんでもないことになったわけですよ。で、その時に月が生まれたとか言われてますよね。まあ、他にも全天凍結とかですね。うん、あの、まあ、あと、それ以外に逆にすごい暑くなったりとか。うん、ね。隕石、恐竜も降ってきた。まあ、でも生き残ってきたわけですよ。ね。うんえー、なんで、生命としては強いんですけども、まあ、それにと比べてもですね、うん、コロナっていうのはですね、まあ、それに比べればマシかもしれないけど、生活は直結するでしょ。うん。ね。なので、どういうふうに生き残っていけばいいのか。まあ、うん、巨大隕石は降ってくれるマシだなと。 いう心持ちで生きるチャンスはあると。まずは考えましょう。ね。うん、そうやって思うことすごい大事だから。うん、うん。そうじゃないと、あの、もう、無理だーってなっちゃうとね、うん、どうしようもないんでね。ね、うん、今日は、あの、不況の恐ろしさ、失業の恐ろしさっていうのを話した後に、うん、そこからどうやって乗り越えていけばいいかなっていうのを話したいと思います。コンさんよろしくお願いします。お願いします。だってね、コンさんとなんでこの話をするかっていうとですね、この動画を見ている多くの人が、ね、 おそらくは、大変恵まれたことにですね、何らかの障害とかをね、生まれつき持っていなかったり、あるいは、うつ病で毎日死にたいと思っている人はもしかしたら少数かもしれません。ね。それでも、コンさんが見てきた人たちはですね、そういうすごい社会的に、あと身体的にも、精神的にも弱い人たちが、どう生き残ってきたかっていうのをずっと見てきたわけですよ。ねで。そういう人たちが生き残る方法から学べることだってあるわけだから、こういう話題は私はコンさんがうってつけたなって思ってます。 ね、困ったときはみんなが困ることになったんだよね。<laughs> 困ったときはみんなが困る <laughs>。<laughs> うん、そう。面白いですねそ<れ>今。今まではほら、健康な人だったら大丈夫だったのが、もう今は健康な人でも大丈夫じゃない状況だからさ。いや、本当にそうですよ。ね。ねそれこそ、ふんどしをね。<laughs> <laughs> おみのふんどし。 締め直して。ね、考えましょうよ、うん、本当とに。うん、<laughs> 力なくなっちゃうな、本当にもう。そうね。っていうかさ、GoTo トラルキャンペーンってほんとまじ意味なかったんだなと思いますよ。うん、ないよ。だって JTB 一番恩、OK、恵受けるでしょ。めっちゃ受けるはずなのにだもんね。で、ね、で、それで9月の中間決算だから、あの、11月ぐらいに出てきたんでしょうけども、うん、まあ、ただ東京発着がね、10月だったから、 あの、うん、その分が反映されてないんだって思うかもしれないけども、リストラとかを決めていて実行しようとしているニュースが出たのは11月20日なんで、うん、これ東京発着が多少は潤ったかもしれないけど、まあでもダメダメだよって思ってるわけですから。うん。うん。いやー。少なくとも JTB の経営陣は、うん、まあ来年もおそらく利益が激減するのはもう見えてる話だから、今のうちに、 キャッシュフローをよくしとかないとまずいぞ。うん,うんうん。それ経営者誰でも考える。誰でも考える、それは。うん。で、一番重い人件費を何とかせようん、うん、しないと、自分たちの会社自体が持たないぞっていう判断があったから、うんうん、まあ今回めちゃめちゃな、まあなんて言うんだろう、まあリストラ策でもあり、など店自体を占めるって言ってるから、かなりの縮小策でもあり、うん、で、なんで要するにそうやって支出をぐっと抑えないと、うん JTB もやっていけませんぜって話なわけよ、うん、いくら GoTo で仮に一部儲かったとしても、うん、梨の粒で焼け、うんうん、石に水で判断されてるのよ少なくともおっしゃる通りですよ本当にそう、うん、しかも旅行代理店っていうのははっきり言うとさ、うん、ニーズですかウォンツですかって言ったら、うん、まあウォンツに近いわけよ、うん、あっ河さんあのニーズとウォンツの違いをあの説明してもらっていいでしょうか ニーズっていうのは、いわば必需品です。それがないと死んじゃうっていうのがニーズ。例えば、飲み物なかったら死んじゃうよね。服なかったら社会生活できないよね。で、あと住むところもそうだよね。っていう風になかったら生きていけないっていうのがニーズですよ。簡単に言うと。で、その反面、ウォンツっていうのは、まあ、なかったら別に生きられるけど、あったらあったでよくねっていうのは、大体アートとか文化、 例えば、漫画とか映画とかあるいはファッションでもすごくかっこいいファッションで満タンにするとかねっていうふうなものはニーズになっちゃうわけだからニーズとウォンツで考えると旅行代理店がやっているツアーパックとかはこれは別になくてもいいやとただちょっとボーナス入ったからとかちょっと余計なお金が浮いたときにまあじゃあ旅行でも行くかっていうのが。 旅行の商品でしょそれはニーズじゃなくてウォンツだよねって話しなきゃ、うん、でウォンツっていうのは儲かるときは儲かるんだよね、うん、お金が余ってるときは使いたいからうん、うん、人間ってでもお金がどんどんなくなってきて今今旅行行ってる場合じゃねえだろうみたいなさ、うんね、特にコロナが来てしまったらもうそうなるよね、うん、そうするとつまりウォンツの,あのマーケットってどんどん絞むよね絞、うん、んでいるのにいや皆さん旅行行ってくださいって言ったところで行くわけねえじゃんって話なわけよ でねさっきちょっと打ち合わせで清水さんと軽く話してた中でね、うん、昨日テレビ見てたらさ、うん、あの日帰りツアー、つまり東京都民が例えばこう神奈川の温泉地に行くとか、うんうん、っていう,ふうに日帰りできるところに行ったら、うんあの、近場だからそんなに人来ないんじゃないって勝手な思い込みで行ったら、ものすごい人来てたりするわけ、<ー>うん、でそんなところに行ったら3密じゃん、それこそ。うんうん だからちょっと来てよかったのかなって複雑な思いですみたいなコメントを押、うん、さえたりしてるんだけどその V の言いたいことは、うん、結局うち GoTo でこんなに潤ってるもうあの旅館さんとかがいます、うん、でもそ中小の旅館なわけようん、うん、だから今冒頭に言った JTB の大きなビジネスねうん、うん、大きなビジネス代理店業と,としての大きなビジネスっていうのはそれは疲弊してうん、うん、すごく小さなもうあのコロナ以降全然お客入らなかったわっていうところに、うん 客が、死が戻ってきましたっていう話では全然レベルが違うやん。つまり、新聞、あし、ごめん、テレビはなぜか、GoTo で儲かっているっていう姿を見せたがるんだよ。うん、なんでいや、これは間違いなくスガーリンの作望でしょう。<laughs> そう思うよ。 多分さ、あの、グランドデザインとしての旅行市場とかさ、うん、調べてないんだと思う、きっと。え、そんなにアホなの下手するとそうかもしれん。マジか。だって東京から日帰りしたところで大した金落とさんやん、だって。 それよりも何泊何,何日でさ、遠方にね、うん、行って、で、それが果たしてちゃんと利益を上げ,上げてる話なのかとかさ、うんうん、でそれこそ、あの、地域クーポン券がさ、ちゃんと消化されてるのか、うんうん、使われてるのかとか、うん、そういう検証した方がいいはずなのに、うんうん、なんかあの、なんか伊豆まで来ました、うん、みたいな、なんか楽しいけどなんか人が多くてなんだ、びっくりしました、みたいなコメントって。 それはさ、仕様抹殺やん、ある意味うんうん、うん。そうやね。いや、それは、なんか、10万人分インタビュー取ったってかりますけどね。うん、<laughs> そう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 。だ,だでも、それでも中小企業の店舗の話なのよ。うん。うん、うん。簡単に言っちゃえば。うん つまりどこもかあの株式相場には上場してませんよみたいな人たちを集めても、大したパイにはならないのよなならない上に、それが中小企業が儲かってるというエビデンスとしても弱すぎますよ、ね、弱すぎる、うん、弱すぎる。一時的な話かもしれないわけ、要するに GoTo で東京からも出発着していいよっていう話になったときにはっきり言って、今までこれ引きこもりだったからね、日本人は今。うん あのコロナ以引きこもってたからちょっと外出てえなでもあんま遠方行くの怖いから、うん、感染怖いから近場で日帰りにしましょうっていう話なわけじゃん。うんうん、だからさそんなちんまいビジネスの話で儲かってますって言ってもね、うん、みたいなさだか,らだからこそこの今回扱ってる JTB のリストラ宣言っていうのはめっちゃインパクト大きいわけよ。うんうん あれゴールドキャンペーンみんな盛り上がって人が行ってたはずなのになんでここはめちゃめちゃな赤字になっとんねんみたいなさ、うん、すごくシンプルな問いかけをさせてくれるこの記事だよね。ね。朝日ですが <laughs> いや。近畿日本ツーリストとかね、いろいろあるんですけど、うんうん、JTB はまだマシなんですよ。金釣りは、えー、92%ダウンなんですよ。うん、売上が。で、うん、えー、っと、HIS が95%ダウン。 JTB はーあの82%ダウンなので、まああのそのそ10%ほかに比べるとまっし、<laughs> でもそれって90、90%売り上げが消えるのと80%売り上げが消えるのって、ほとんど一緒やんけって思うけどね。まあ、うん、まあ、まあ、要するにかなりの大打撃を受けてるのは間違いなくて、なおかつ来年もこの状態、1年後もこの状態であることも想定内にしとかないと、経営者やってられへんやんと。うんうんうん だってもっと悪化したらどないすんねんって話や、うん。だって第三の波来てますぜみたいな話をしてるわけでしょ。うん、で、東京がめちゃめちゃきついことになって、1日500人突破感染者みたいなこと言うとるから、うんうん、そんな感染者かもしれない人が神奈川、千葉、埼玉の林県に行かれること自体があかんやん、そもそも。ちなみに千,千葉なんて落ち着いたもんですよ。<laughs> 僕が住んでるあたりは、あの快速で東京駅から1時間圏内ですけど。うん まあ、なんだろう、みんなマスクちゃんとしてるし、うん、まあ田、田舎だからそうなるってこともあるんだけどね。うん、あの、まあ、大事なことはさ、東京に僕なんか頻繁に行く人じゃないので、うん、それこそ月に1回電車乗るかどうかだから。うん。うん。まあ、あとバスもそうかな。そのぐらいの頻度ですよ。基本家の中にいて。うん ご近所さんの状況を見ながらって感じだけど、東京の場合はさ、とにかく地下鉄乗らなきゃいけないとか、山手線乗らなきゃいけないとか、うん、まずそうしないと通勤できひんやん。うん、だまずそれが一番、本当はあのみんな語りたがらないけど、新聞やテレビはさ、うんうん、それが一番感染リスクが高くないだつて3密なんだから。うんうん、まあそうですね。うん、うん。で、なおかつそういう東京人が、 ねあの温泉場に行くっていうふうに、イケイケ売ってるわけでしょ、うんうん、小池さんも含めて、うん,うん、うん、えんですかいいやー、どう考えても良くないと思うよ、本当に<ー>なんかね、あ,<ー>あのー、でまあ、多分私見てて思うんですけど、なんか西村経済大臣とか特にそうですけど、もうなんかパニックに陥ってんなって感じがします。 うどうしたらいいか分からない。だね。うん、だってあの人神のみぞ知るとか言ってますけど。失言だと思うんですけどね、神のみぞ知る。完全に失言だよ。うん。だったら政治家いらねえじゃん。そうそうそう,そう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 。うん、で、まあ、うん、これ、じゃあ、JTB とか確かに大打撃を受けているけども、うん。コロナの中でも一部儲かってるところはありますよ。ね。うん、あるけど、うん、あの、それは旅行業以外でね。儲かってるところはあるけど、うん まあでも多くの企業がダメージを受けるわけですよね。うんうん、で、じゃあ、コロナでダメージを受けたから、うんえー、リストラされる。で、うん、コロナでダメージを受けなかったから、あのリストラされなかったっていうので、うん、これ分けてはいけない問題だと思うんですよ。なんでかっていうと、それを分けたのは、ただの運だもん。うん。うん、運にあ、ジャーじゃないよ。<laughs> うん、そうですから。うん、はい。ね、うん、だって、 コロナが来るって分かってたわけじゃないからね。当たり前だけど、去年の段階で。そりゃそうだ。だから、コロナっていうのが、こういうふうな衝撃を与えるということを分かって、それに向かって、それに備えたビジネスをしている人なんていなかったわけですよ。当然そうですよね。ってことは、たまたまコロナの時代に適応したビジネスだったっていうだけですよね。ゲームとかもそうですよ。だけど、ちょっとそこはね、じゃあ、 何,何が言いたいのかっていうとあの、自分のマインドをね、変えていなかったら、雇われ根性でしがみつく。うん、で、しがみつけないぐらいぶっ壊れちゃったのが JTB ですよ、うんね。でもたまたまあのしがみついてても残ったっていう会社だってあるでしょ。ねうん、でも、それはこれから本当にそのまんまで大丈夫ですかっていうことですよ。そのマインドで、考え方で。 もうこれを機会に、もう会社にしがみついていたら危険だ。うん。もう無理かもしれない。うん。そういうふうな、あのー、マインドのチェンジをね、行わないと、いつか来るよ、似たようなことが。うん。それが、だって私がさ、起業し、起業っていうか、あの、社会人になり始めてからね、あったのは IT バブルの崩壊。うん。うん、これがあった。 ねこれがだ2000年初頭ぐらいにありましたよ。で、それから次リーマンショック2008年。うん、で、次2011年メルトダウン。ね。うん、で、それ2020年コロナ。だから、うん、私が社会人になったたった20年間くらいでも4回はどでかい波が来てるよ。うん、で、たまたま東京でビジネスしてるから地震は起きてない。でも、長野でも地震があったし、北海道でも新潟でもいろんな熊本でもありました。鹿児島でも。うんうん、そういうのがあるわけよ。 だから、たまたまなんですよ、これは。うん、ね。だから、今回たまたまコロナで私首になってないわっていう人は、これから死ぬまで絶対にこういうことが起きないっていう確信が持てる人ですよね。神だね。ね、そう。予言者が神だから、それ、うん。うん。だから、あのー、今、生き残ってる人も、生き残ってない、えー、もう残念ながらダメージを受けてしまってる人もね、ね、うん。うん。あのー、これは、あの、運で良かったの、人はね、今、 今のうちに準備しておいたほうがいいよ。うん、っていうようなことをね、20年ぐらい前から俺言ってるんだよな。うん、なんかなかなか届かないんですよね、こうヒューン。ヒューいや、だから20年じゃ足りないのかもね。うん、ねえじゃあもう何もっとボロボロになるまで、みんな分かんないのかな <laughs> 自分が当事者にならないと分からないと思う。<ー>だから僕もやっぱり真面目にさ、広告制作会社にサラリーマンで1年いましたけど、うんうんうん 別に一年で辞めようなんて思ってないけど、会社の方がバブルがはじけて飛んでしまったわけですよ。うん、で、だから僕は25歳のミ空で、あ、会社って生き物なんだと。うんね、病にもなるし、うん、倒れて亡くなってしまうこともあるんだと。うん、僕は思い知りましたよ、うんうん。なんで、まあこれ何度も言ってることだけども、うん、若いうちってさ、結構そうかっていうふうに気づけるじゃん。うんうんうん うん、つまりどど、例えばそこが潰れたからよその,あの会社に行っても結局、その会社だって僕が運営経営してるわけじゃないからただ雇われてるだけだから、うんね、経営者が辞めたと思えばもうそこで終わっちゃうかねないわけですよ。うん、っていうものなんだっていうふうに理解しておかなきゃいけないのになぜか自然現象のようにあの会社っていうのは未来永劫を続いていったりするものだと、うん、で私の,あの,あの真面目に働いていれば続くものだと、うん、うちの会社がなくなることがないと。うん 思,思いたいからそう思っちゃうみたいな人っていっぱいいるわけよ。うんうん、でもねいざそれはね自分がリストラされてから間違ってたと思っても、うん、おある意味遅いのよ。と、うん、いうのは僕はやっぱりこう何て言うのユニオンって言ってさいろんな会社のね人たちが一つのところでこう、まあ、労働相談してさ あの、肩叩きにあったんだけど、どうしたらいいだろうみたいなね。うん、でそこに相談来てる人とかとも話を聞いたりするわけだよね。うん、で、そうするともう大変なの。うん。神さんに年収が半分になったなんて言えないとか。うん、つまりもう部署からはさ、事実上のリストラをされていて、うんうん、まあ子会社とか、まあ新会社みたいなところに入れられたらもう年収額落ちなのよ。なのにうちの子今度中学生になって高校生になったりする二人いるみたいなさ。 もうだからあの、家買っちゃったけど、絶対払えないみたいなことが本当に起こってるわけ、うん、だから、いざ自分がクビになったときに、どうすんだってことは備えなきゃいけないのよ、うん、備えなきゃいけないけど、いや、うちの会社でかいから大丈夫だろうとかね、うん、うちの会社大企業の,あの太いパイプ持っててもらってる中小企業だから、そうそう壊れないよとかさ、うんうん、そんなレベルのエビデンスは、信用置けないから、俺から言わせると。うん 少なくとも自分がその自分の会社を支えてる経営者でも何でもないでしょってことは理解しようよ、うん、経営者の胸先さんすんで変わるんだよ、うん、残念だけれどま、ね、コロナがあろうとかろるとね当事者にならないと気づけないっていうポイントってものすごくあるとは思うんですけど、うん、ま人間って想像力があるので、うん、その当事者になってないけど気づく。 そう,そうなるかもなって思って備える。でうん、そういう人の方がうまくいきますよ、うん、当然。そりゃそうです。うん、先手打っとくってことです、うんで。しかもそれ全力で先手打たなくていいんだよね。そう、ちょっとずつやってないちょ。ちょっとでいいの、ちょっとで。そう、ちょっとで。ね、多くの人はさ、例えばこれからサーリーマンは あの、ダメだよとかって言うと、じゃあ起業しなきゃダメなのか、俺何もできないぞとかっていうふうに言うんだけど、いや、なんでそんな極端なんだと。そう。<laughs> どっちかではなくて、うん、両方を選べるようになるためには、ちょっとずつ足りない部分を足していけばいい,、うん、い,いわけだから、うん、何もいきなりさ、会社辞めた。よし、今から社長やる。<laughs> 逆にやったこ無理いじゃん <laughs> みたいな無ややめたほうがいい、やめたほうがいい。<laughs> いい私ですら4年間は準備期間用意しましたからね。 うん、そう。ハイリスクを自分で取るなと。だからその、不思議ですよね。会社員でこれからずっと続けていくんだっていうハイリスクを危険ですよって言ったら、うん、じゃあ起業すればいいのって、ど,どっちもハイリスクだから、それ。<laughs> そう。どっちもハイリスクだから、<laughs> そう。リスクが、の、種類が違うだけ。うん。うん、あかね、ハイリスクからハイリスクに動かなくていいです、それは。 ね。うん、あの、<う>まあ、あとね、うちの会社は潰れないよって思ってる人は、いや、だってうちの会社の純資産は、あの、何千万円あって、で、かつ、あの、自己資本比率が何十パーセントあって、で、うちの営業利益はこれぐらいで、最近これだけリストラしたから、PL 上、営業経費がこれだけ変わっているので、うんうんうん。だから、ま、潰れないでしょう、う3年間は。っていう計算をね、してる人も、ごくごく少数派だと思う。 なんかある意味信仰になってる。うん、会社で。真面目に働いたら。のあのそう,そう。で、クビにする方がおかしい。潰れないもんだ<う>みたいなね。ういうのは。でも、そう,そういうふうに信じてる人が多いからこそ、ある意味、うん、あの、それはもう違えよなーっていう方向にちょこっと備えるだけで、だいぶ違うと思うよ。そう。うん。だからね、あのー、 僕ら語ってきたのは、水保もそうだし、うん、電通もそうだ。うん、そして今回 JTB まで値を上げたよね。まだまだこのニュース続くよ、どこまでも。いや本当に、あと三菱自動車も言ってたな。うんうん、いやー、そんな多分山のように出てくると思いますよ。で、大都中間の問題。っていうのは必ず中小企業に電波するから、うん、それは。うんうん だから今まで手堅くやってきた中小企業も、うん、その収益源の多くは大企業から流れてきたものでしょって。うん、だって、小口の取引延々やってたら、それ自転車操業になるもん。うん、だから大きな年間バジェットの,あのお仕事は、大抵大企業絡みだと思うんだよ。あるいは役所関係とかね。そういう人多い。そう,そういうとこ多い、多い、多い。 そうすると、太い収益源が倒れちゃったら、自分の経営もままならなくなるなんて、すぐに中小企業の経営者ならピンとくる、うん、けれど働いてる人は、いや、うちはね、有名な会社と組んでるから大丈夫だって、訳の分かんない納得の仕方をするわけだよ、いや、そんなねえからと、うん、うん、いや、本当にね、自分でやっぱり金って回さないとね、分からないんだよね、どうしても。 うん、分からないことを分か,分かれと言っても、多分自分でそれこそやり始めない限りは分からない、うんうん、分からないので、何あのなんていうかなあの今、今の暮らしを温存しようとしがちなんだけれども、うんね、まあねあの、サラリーマンがね、あのうん、当たり前っていうふうになり始めたのって、えー、総務省の統計を見ると、1953年の段階では、サラリーマン、正社員ってね、えー、と40%ぐらいなんですよ。 あとは、あの、個人事業主と家族従業者。家族従業者って何かっていうと、ま、家族でやってる八百屋さんとかね。藤あの、富子富二雄のジャイアンの家みたいなもんですよ。ジャイアンたまにあの、タラでこき使われてるでしょあれが家族従業者です。児童強制労働だから。そうそう。それで家族従業者って言います。はい。で、でも、昔はそうだったよね。そうそう。だから、1953年の段階では、あの、4割しか正社員なかったね。 <で>うん、残りの6割の人たちは、食うためには、仕事するんじゃなくて、金稼がんとダメやなって思ってたのよ、ね。うんうん、で、1953年でそれだから、うん、1945年、うん、ね、9月1日ぐらいは、多分、1対9ぐらいだったと思うよ。うん、もう、あのー、要するに正社員なんか1割しかいなかったと思う。 正社員もほとんどいないんだろうね、それはね、だってその半分、役所だもんそうそうそう、日本銀行に勤めてますとか、そういた人はいただけど、そうそうそう、警察とかさ、半分は役所だから、たぶん0.5%ぐらいしかいないんだよ、当時にしても。だから、自分で何かしないと飯が食えないっていうことを、ちゃんと戦後の日本人はやったのよ、逆に言えば。それはもちろん体を売るしかないと思って、体を売った人もいるでしょう、ね。他のものを売った人もいるでしょう。 でも子供たちは売るものがないから、靴磨きとかさ、捨ててあった吸い殻を集めてさ、水差しだからもうちょっと吸えるっていうのが落ちてたりするから、うんうん、そういうのを拾ってきて売ったりとかさ、うんうん、とにかく戻りがかからないことで、なんとか日銭を稼いでたんだよ。うん、そうやって日本はあの終戦から復興したんだよ、うんで。今はもう70年以上経っちゃってさ、 ねあ会社がないと私生きられない。会社さしてくれ。会社をさしてくれ。<laughs> <laughs> ヘロイン <laughs> 会社がヘロインになっちゃったのよ。<あ>そういうことだよ。まあね、うんうん。私会社がないと生きられない。いな <laughs> <laughs> そう、目がもうこんなになって働いて、一生懸命働いて、私会社のために尽くします。だから会社私を見捨てないで、みたいなさ。うん いや、でも、あの、昔の日本人はね、別に、個人業種多くて、正社員死骸むいてた方が、あの、少数派なんですよ。そうだよ。ね。で、それはなんかて言ったら原爆落ちたから派なんだけども、うんうん、まあでも今コロナ原爆炸裂してるからね。うん、だから、あの、こういう時はね、まあ、あの、別にね、日本がずっとさ、あの、正社員が9割の国だったわけではないんだから、うんうん、時代の流れってあるの。 ね。うん、なので、そういう変化に適応する。で、そういう話をすると、すぐにじゃあ、正社員をなくせということかとかね、起業するってことか、そんな無茶な極論を言うなっていうコメントがたまにつくんですけど、そういうコメントつけるやつ、絶対に全部読んでないだろうって思う。いやね、聞いてないだろうって思うんだけど、うんうん、そんなこと言ってないから。むしろ、正社員であれ、非正規雇用であれ、うん、時間給で稼げるところがある人はまだ幸せ。 ね。うん、むしろそこにしがみつきなさい。うん、絶対その方がいいから。絶対しがみついた方がいい。ね。で、なんでかっていうと、あの、だって時間そこにね、あの、いるだけで給料入ってくるんだから、サビさんとかあるかもしれないけど、個人事業主なんか、あの、もしサビさんとか、サビさんっていうか、あの、時給が500円とかじゃなくて、マイナス1万円とかそういう世界ですからね。うん、払っ使った分回収できないからそういう世界ですから。 ね。だから、あの、きちんと、あの、そういうところにしがみついてお給料をもらっていいのよ。ね。うん、で、そういうところでお給料をもらいつつ、副業をするんですよ。うん、でも、副業も、時給単価で稼げるところじゃなくって、自分の商品サービスを売るところじゃないとダメなんだよ。うん。なんでかっていうと、あの、今、奴隷の鎖に繋がれてて、一個だ、この奴隷の鎖がちぎれそうだから、あの、もう一個奴隷の鎖で安心とかってやったらさ、余計不自由になるだけだから。うん。<laughs> うん 今回も不況ネタなんですけど、うん、あのコロナのせいにして、ね、コロナコロナって1時間コロナの文句言ったら、うんね、あの100万円入るなら俺60分コロナ、うん、コロナ,コロナアホとか言い始めますよと。<laughs> うん いしね、俺もやりたい、1時間コロナを絶叫し続けたらよし、もうよく頑張った、お前コロナって叫んでくれたから100万やるって人がいたら60分コロナ、コロナいますわ、ほんまにだけど、そんなに言うてでも一夜にもならしまへんやろっていうことなんよ。いや本当にそうです。 だからそのためにも、ね、僕らは本当にスモールビジネスからスタートしようというのを何度も言っているのはそれなのよ、うん、いきなり企業で来,来月から200万だとか言う、うんね、2000万だとかさ20万だとか言わないの、僕らは。それでも1万円確実に稼ごうとか、その確実にっていうのは何かうまいノウハウがありますよなんて、そういうペテンシみたいなことは言いません。うん あなたにもできることがあるから、うん、っていうことをあえて言ってるわけ。なんでかって言ったら人によって能力、資質とか人脈は違うからなんだ。みんなと同じことをやる必要はむしろないんだよ、うん、とことを散々言ってるわけ。うん、だから誰かと比べても意味がない。うんうん、でそういうことをね、まあ、ちょうどあの昨日あの、ね、清水さんとの,この有料動画の,、うん、あ,のある程度一定のところまで撮りましたけれども、近日中に販売できるかと思いますが、うんうんうん えー、なんでそれを僕らがそのそ、だから備えて、も何備えていいか分かんないってコメントつくじゃない、だから例えばこういうことですよ、うん、っていうことをコンパクトにまとめて、うん、もう何,何時間喋った、これって感じで、うん、だから10時間近くあるから、10時間までは行ってないけど、500分くらい、<laughs> うん、10時間、多分八8時間から10時間ぐらいはありますね。回ぐらいある そうそれをいろんな事例を踏まえて発想法をねちゃんと載せて自分はだったらこれに近いことができそうだなっていう豊富な事例をいっぱい紹介してあるんであのなとかあのビギナー向けです、ちなみにねもちろん初めてあのプチ起業しますみたいなねスモールビジネスちょっとやりたいなっていう人からあの敷居が低い形で教えているのでぜひそれを。 どこで宣伝するのひとつき摩で宣伝するのそうです、そうで、ん、す、そうです。まあ、じゃあ,このあの、それはね、あのうん、そのうち話をあのしようと思うんですけど、あなるほど一番すごく重要なポイントっていうのは、うんあの、お金っていうのはね、給料でもらうもんじゃないんだよ。お客さんからもらうもんなんだよ。そうだ。うだねあの、給料っていうのは時間給でもらうでしょお客さんからもらわないと給料って生まれないのよ。 ね。あの、これ、これを逆に分かると、あものすごく自由になりますよ。うん。資本主義というところでね。だから失業っていう言葉自体がさ、あーの、仕事を失うって意味じゃん。うん。ね。で、失業って、じゃあ、仕事、失業する人って何なのっていうと、私すごい羨ましいんですよ。失業できる人。うん。ね。なんでかっていうとですね、失業したらね、お給料もらえなくなるでしょうん。でもね、やめられるじゃないですか。 うん、社長はね、借金がどれだけかさんでも辞めたら、まあ、連帯保証してるとですね、自己破産まで追い込まれるんですよ。そうです。<laughs> だからね、あの、失業だけっていうのは実はね、あの、まだまし。あの、うん、中小企業の社長っていうのは、連帯保証にしてる分まで自己破産まで追い込まれるんだよ。本当だ。だから、あの、会社辛いから辞めたっていうふうに社長は言えないのよね。うん だから、すごく大変なんだけど、だから、うん、あの、今、サラリーマンでもいいし、あの、非正規雇用の、あの、仕事をね、あの、してる人っていうのは、うん、まあ、だから、そこで時給をね、稼ぎながら、あの、愚痴言いながら働いていいの、ね、よ、そこで。うん、愚痴言いながら働いて、そこで、あの、副業の、あの、チャンスをすればいい。ただし、副業で、えー、同じように時給言いながら、愚痴言っても、何の成長もない。だからそれ、いつか老化した時についていけなくなるだけだから。うん ちゃんと自分で週一は社長をやるつもりで、あの、起業するっていうことが私はすごく大事だと思います。でそういうふうになるとね、例えば今回 JTB のようなところで、うん、まあなんだろうな、あの、年収3割減と。で、例えば JTB で、あの、年収500万で働いている人が、150万円、ね、うん、あの、下がったとしましょう。うん、年収が。で、でもその分150万下がったの痛いけども、 あの、大企業であればですね、年収を下げるっていうことは、例えば残業を減らすとか、あと店舗自体が減るわけだから、残業が減ったり、働く時間自体も減るんですよ。そういう風になったら、じゃあ、あの、その分を、今まで副業で稼げていた部分の比率を上げようとかっていう風に乗り切れることができる。だけど、多くの人は、ああ、下がっちゃったな、どこか転職しようとかって思うわけよ。でもね、今、旅行業界 JTB とかで勤めている人がですよ。 どこかに転職して、HIS に行って、うん、あ,あ、年収、あら、JTB さん大変ですよねと、年収500万、350万になっちゃったんですね。HIS でさ、年収500万出しますなんてことねえから。ねえ。絶対ねえ。絶対ねえから、それは。うん、うん。だから、そういうふうに転職だけで考えるのも、それ危険なのよ。自分の年収が下がってきたなっていう時に、転職して、マシなところに行こうっていう選択肢しか持ってない考え方自体が、 かなり危険なんだよっていうことなんですよ、それは。そうです。そ,ですだそれは多分ね、もう、コンさんの言ってる、この、うん、あの、会社中毒で、ああ、もっと会社を打ってくれ。そうそうね、会社を打ってくれ。くれ<ー>私、会社がいないとこで死んじゃう。<laughs> っていうな、けどね、もう何度もこの動画で言ってるけど、うん、それはあなたが悪いわけじゃないよって言いたい。ね。日本の学校教育がそのようにあなたを育ててしまったんだよ。ね。あんたね、大学行かないと困るぞとかって言われてさ、うん 育てててられてきてしまったわけですようん、うん、だからもうそ、そういう嘘を文科省は学校の先生を通じてやるから、うんね、はっきり言って、あ騙されてたんだなと思ってたほうがいいです、はっきり言って。私が弱いからとか、私が駄目だからとか、私が低学歴だからとか、私が中退したからとか、うんうん、自分のせいにしちゃだめです。だって実際、学校は世の中知らない、民間企業で働いたことない人が、ただ教団に立って子供騙しの授業をやってるわけじゃん、うんあ、簡単に言っちゃえばさ。うん うん、いやいや、違いますって言うんだったら民間企業で働いてごらん学校の先生たちって言いたいよ。ねつ、はっきり言って潰しが効かないのもよくわかるから。いかにして、その公務員っていうのはある意味楽なのかがわかっちゃうよ。逆はあるのよ。民間企業で疲れたから、地元の職市の職員でもやろうかなと一発で受かるようん、うんで。で、しばらく楽だな、楽だなと民間企業に比べてと思ってたら、うんうん、なんかつまんねえなって途中で思い出して、<laughs> 4、5年経ったらもう、もう退屈でやってられへんわいと。うん、ということで、また民間企業戻ります。うん、これはもともと民間企業に働いてたから戻れるんだよ。うんうん、でも、役人はそうじゃないんだよ。うん、役人しか知らない世界で、学校の先生しか知らない世界で、どっかの会社が30歳にあって、さっきまで何あの、公立高校の中学校の先生だったのはぁーん。うんうん、却下。うん、だって物売れないもん。いや、俺もね、元学校の先生だって、 たらちょっと雇えないな雇えないな。な私30年中学校の教壇に立ってきましたって言われてさ、うん、52歳ですって言われてさ、うんね、30年の教職経験を生かしとか言われてもさ、うん、何に生かすの、うん、<laughs> 塾の先生に行けばって感じやそう、塾の先生に行ってください。でも塾の先生なんてさ、逆にもっと敏感なわけだからさ、うん、お前使えないよ、だって教え方下手じゃんって言われちゃうか、ん、<却下笑>みたいなことが起こりうるよねっていう。うん 日本って、だからちょっとこれ、どちらかというと皆さんの責任じゃなくて、日本の政治家の責任だと思うんだけどね、学校でさ、徹底的に自尊心、うん、自分で考える力っていうのを壊しておいて、上の言うこと聞けっていう考え方をなんか教えるらしいじゃないですか。うん。<私>まあ、言ってなかったからね。私、言ってないので分かりませんが、うんね、少なくとも私は中学校の時にですね、 あのー、うん、学校でね、えー、先生より計算が早かったら、数学の担任に、お前たまには間違えろっていう風に言われて、行く意味ねえわーって思って不登校したんですけども、<laughs> うん、でも、多分もうちょっといい子ちゃんだったら、ああ、忖度してなかったからもうちょっと間違えようとかって思ったと思うの。うん、ね。だけど、うーん、なんかそういう風に忖度ばっかりがうまくなっていって、 言うこと聞けっていうふうに言われて、会社でも言うこと聞けっていうふうに言って、それがうまくいかなくなってきてるわけじゃないですか。そね。これはみんなのせいとは言えないそうなの。だから教わった児童・生徒のせいじゃなくて、つまりあなたのせいではなくて、学校教育が本当に必要な資本主義にとっての知識と経験、技術を教えてこなかったの。だって教えるとどうなる政府は ね、民間の企業の財務諸表を見ると同じようにさ、うん、政府の予算とさ実際の使われ方を見たらさ、うん、これおかしいじゃんとすぐ誰でもピンとくるようになっちゃったらどうなりますか、うん、長期政権の自民党に対してお前らクズじゃんって話になるよねうん、うん、と実際そうなるはずよ、うん、みんなが数字がわかるようになるとそういう、ね、本質的なことは教えないわけですよ。 簡単に言うとねだって、サラリーマンの給料って税金で天引きされてるじゃないですか。あれ、全部日本人が確定申告するようになったら消費税とかね、暴動ぶち切れですよ。私、決算のために何百万も消費税を納めてるけど、本当に腹が立つ、消費税は。っていう具合にね、本来学ぶべきものを学ばされてこなかった僕らの多くの日本人たちは、大人になった時に、 本当に自分は会社のじ雇われる人生しか知らなされてこなかったんだと。うんうん、でそれが一番いいと言われてた時代もあったよね。それは誰も否定しない。うん、バブルが弾けるまでそれ信じてよかったんだよ。うん、ところが90年代入ってくるともうバブル弾けてます。うんうん、もうそのね、頑張れば真面目にやあの働いていれば、それ通用しません。うんうん、通用しないし。だって真面目に働いたらお金が上がる時代じゃないからだよ。うん、簡単に言えば。全くだ。 真面目に働けば働くほど売り上げが上がるんだったら、そんないいことはないけれど、それはもう終わってしまったんだよ、残念ながら。だから、ある意味真面目にではなくて、ちょっと会社と距離を置いて、社会的距離を置いて、この会社が来年まで、再来年まで働いても大丈夫かしらって思った方がいいよね。自分を客観的に見た方がいいよと。例えば、自己評価が高い人であれば、なおのことそうですよ。 自分が、ちょっと、こんな、あと5年もこんな会社にいても、俺自分の能力をつ、うん、あのなんて発揮できないなと。うんうん、もっと、もっと、自分にはできることがあるはずだと。言う,う,、うん、うならば、じゃあ5年先も10年先も同じ場所にはいられないなっていう覚悟をどっか持たなきゃいけなくなる。で、愛と勇気ですよ。それ,うん、それこそ自分に対する愛と勇気を持とう。うんうん、でもね、もっとむしろ、この、なんて言うんだろう。 不況とコロナの影響で窮窮、うん、しているのは、うん、そういう自己評価の高い人ではなくて自己評価の低い人でもうねもう会社入れて私に会社を入れて <laughs> っていう風にもうそのジャンキーみたいに、うん、あの雇われる生活しかお前はどうせできねえだろっていう風に思わされてきた人たちなんだよ。うん、それは恐ろしいよね、うん うん、で、だからそういうふうに学校とか会社とかにそう思わされてね、あの、税金の本当の痛みとかも知らされてなかったら、こういう状況、うん、失業、大失業の時にですね、どうしようどうしようってうろう、うをするの分わかるよ。わかるけど、うん、あの、じゃあね、あなたのせいじゃないというふうに言って、うん、私がね、あなたのせいじゃないんだというふうにいつも言いますよね。で、そういうふうに言って、あの、慰めるだけではやっぱり意味がなく。うん 多くの人はねなんだこんな時になんかふざけんな自民党しねえとかっていう風に、ね、暴れるだけでその中はね、うん、はっ、でもこれしんどいの俺のせいじゃないよなって気づいたとしましょう、うんうん、でそこからさらにじゃあみんなね、うん、そういうふうに気づいたとしても動かないからこうやって自分は変わろうっていう風に思ったら、うん、それだけでもうフロントランナーだから、うん、多くの人はあの、まあ、確かに自分のせいじゃないと。 こういう状況になっちゃった。でも、うんうん、その人生を歩んできてしまったんだったら、うん、じゃどうしたらいいんだろうってね、悩む人って少ないのよ。そこの段階で、うん、じゃあちょっと切り替えて変わっていこう。ね、あの正社員でこのまま4月についてても厳しいと、うん、別の考え方を持たないとダメだなっていうふうに思うことがものすごく大事なことなんですよね。で、まあそれでね、あの、コンさんとずっと副業の動画を撮りためて、 まあ、だいたい10時間ぐらいになりましたよ。うん、で、これを、あの、3万3000円で、あの、販売いたします。うん、ついに、うん、ついに販売いたしますので、えっと、買い方とかはこの下に書いてあるので、欲しい人は、あの、買ってほしい。うん、でと3、<し>3万3000円が税込み金額で、その動画の、あの、10時間セットになっています。今、最後の編集をしているので、あと、えっと、入金していただいた方には、来月中にはお送りできます。で、5万5000円。 のやつはですね、コンさんにその動画を全部見た後に1時間相談できるっていうやつがついてきます。うん、でね、あの、こういう副業の動画とかビジネスをやるときに皆さんに一番大事なポイントを伝えておきます。それは自分が儲かるっていうことを考えるのではなくって、誰が儲かっ、誰を幸せにして笑顔にできるかなっていうことを考えておいてほしいんです、うんうん、私はそのためにこの動画を作りました。それは何なのかっていうと、 コンさんの子供を守るためのイベント。これ、カンパをずっと募っていましたけども、残念ながらまだ足りません。ね。あの、今年はギリギリいけるかもしれないけど、うん、来年だってある。で、今年だって赤字になるかもしれない。でうん、そういう時に、この出た収益をコンさんのその子供を守るためのイベントの運営費にしてもらえばいいやっていうふうに思ってやりました。なので、 あの子供を守るための応援とか、あるいはそして自分がこれから副業でね、なんとかしていきたいなっていうふうに思う人に、ぜひ買ってほしいなっていうふうに思います。はい。じゃあまあそんなわけでね、あの、ずっと前からちょいちょい言ってましたけど、そういうのが取れましたんで、よかったらね、うん、買ってほしいなというふうに思います。 いや、まあね、はい、おかげさまでね、あの、コンさんにはだいぶかあの、時間を使っていただいて、これやりましたけども、うん、まあ、すごくいいものになったと思います。うん、はい。はい、で、えー、副業の動画以外にですね、特別編として付けようかなと思っているのが、うんうん、あの、うつ病なのにどうして市民さんそんなに頑張れるのモチベーションの保ち方。 なるほどというのを、あの、メンタル系の話をちょっとしようかなというふうに思っています。うんうん、まあ、これは将来的には別売りにしようと思うんですけど、早期の方にはこれ無料つけるつもりですっていうことです。うんはい、まあ、そんなわけで今日も読書っていうことで、チャンネル登録といいね。プラス、えー、静岡、集まり具合どうですか静岡、まだ参加予約者も足りてないし、うん、えー、県内の政治家の参加も2人までしかまだ来てないので、ねうん。というわけで、静岡県民。 カモン、うん、っていうことで。カモン、はい、静岡の政治家もカモンはい。まあ、そんなわけで今日も読書っていうことでチャンネル登録といいね。よろしくお願いします。